はい、皆さんこんにちは、カリアです。今回は、試合動画はなしで、10クレ蹴ってきたので10クレ分開封したいと思います。じゃ早速いきましょう。よいしょ、1パック目。お、ステファン・リヒトシュタイナー選手ですね。はい、2パック目。アンドレ・ウォルト選手。はい、3パック目。多分1パック1個硬いのがあったんで、多分レアは1枚は出てるはず。はい、テイラー・ナバス。はい、4パック目。これちょっと硬い気がするんで、さてどうだ。違う、全然違った。ファクンド・ロンカリア選手、サイドバックかな。はい、5パック目。アレックス・サンドロス選手。はい、じゃあ6パック目。お、パリ・サンジェルマンですね。マルコ・ベッラッティ選手。うん、でも黒か。できれば白が欲しいんですけどね、パリ・サンジェルマン系は。で、7パック目。お、アドリアン・ロペス選手。これは前のバージョンで多分何かで持ってた気がします。はい、8パック目。お、お、ブッフォン選手ですね。最近なんとやっとなんかゴールキーパーが出てくれてる感じはするけど、でもやっぱり白のゴールキーパーってなかなかいないですよね。欲しいっす。はい、じゃあ9パック目。フェリックス・パスラック選手、ミッドフィールダー、サイドハーフとかそんな感じのポジションかな、適正は。どうなんでしょうね。最後10パック目。これ多分キラだと思うんですけどね。ですね。はい、マッス・フメルス選手。お、バイエルですね。バイエルンは前のチームシバリオリパでも出てるんで、またバイエルン、バイエルンシバリでやります。やってほしいっていう人がいたらコメントで教えてください。はい、ということで、10クレ開封終わりました。今回は、こちら10クレ目にフメルス選手出ましたね。
まあ、まあ、レジェンドは出ないですけど、キラーは出たのは純粋に嬉しいです。はい、ということで、今回はここまで。また次回も見ていただけると嬉しいです。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。